さあ、すっごく時間かかったね。今もう1時3分。集合時間が1時半。ここから現場までが2時間はかかります。大遅刻でございます。というわけで、今鳥羽マリーナに向かっております。鳥羽マリーナをキャンプ場というか、なんか車中泊できるような感じにしていくんかな。なんかそれで今日は草刈りキャンプということでそちらに向かっております。で、私は案の定まだまだ頭がまともに動いてないので、準備とかさ、そういうのがめちゃくちゃ時間がかかってさ、だからもう時間間に合わんの分かっとるからさ、先にヤマディは草刈り要員として行ってます。軽バンやったらさ、もう出来上がっとるからさ、そのままピュッて行くだけなんやけど、ハイエースさ、まだまだ何もできてないからさ、車中泊をするために必要なものとかさ、そういうのもさ全然揃ってないからさ、とりあえずもう今日はさ、軽バンに積んであったマットとかさ、そういうのを全部っていうか、そういうのを採植して持ってきました。あとはヨギ棒があればなんとかなるかなって。トパマリーナ行ったら、キャリアを下ろしてあるから、そのキャリアに色塗ったりとか、あとマックスファンつけたから、そこの部分だけキャリアを切ったりとか、そういう加工をしないかなと思っとって、それも一応道具は持ってきました。だから、ついてからちょっと休んで、できそうやったらその作業しようかなと思っています。ここのさ、景色が好きなんだよね。この開けた感じがさ、いいよね。そろそろ着くけど、着く頃にはもう終わってそうやな。もう終わったよ、おじいちゃんとか言われそう。みんなおはようございます。おはようございます。草刈りは終わったぞ。きっとそのぐらいかなと思って終わったぐらいちょうどつくよ。あ、そうそうそう。あれ、塚さん色塗ったん違ったっけ。いや、塗ったの、また塗り直したあれ上手にじゃあはめてありましたね。そう、うん、いやもう穴だらけやったよ。キャリアとかも塗りたくとったし。これ塗ったんよ。あ、ちゃうちゃう、フォトショップよ。だからフォトショップ上手にしたなと思って。そう、うん、しかもハゲ取るところもあって、なんかすっごいリアルやったあ、たまたま輪郭ちゃんとこうやってないだけ、なぞってないだけあ、そうやったんや。そうそうそう、もうやられた、やられた。何をやっとんねん。さあ、宴会するぜ。早っ。私は今からキャリアを乗りに行かないかんのですよ。キャリア、そう、ここにキャリア置いてあんの。この上に、外してもらったの。あら、そう、マックスファンええやつ買いよった。これあれやよ、手動のやつやよ。あ、そう。どういうこと。やつとか いくらの、いくらあれ。5万ぐらい。あ、じゃなら一緒や。何その、俺よりいいものは許さない。当たり前や、こんな立場っていうか、立場が身分っていうか、身分わきまえます。え、わきまえます。当たり前やろ常に俺より一つランクは下って。はい、頼むれ。俺負けると悔しくなってつい勝ってしまうから。わきまえます。うん、この何もできてないやん、もうこの。あ、ごめんな、ごめんな、ごめんな。人見知りする子。そうな、すごい人見知りするの。そうそう、ね、あの無意味にでかいのは何あれ。お昼寝用やん。あれ、ヨギボー。ヨギボ最高。何、ちょっとちょっとちょっと中指さして笑うのやめて。これモフモフや。すごいいいやろ。うん、事故しても大丈夫やこれ。はい、ここに預けてあったやつがあるので色塗っていきたいと思います。今回はこのペンキを使っていきたいと思います。今日は助っ人がおる。この間、サビ転換剤を塗ってたのがいい感じになってる。ななちゃん、はい、
はーい。あ、全然、どうぞどうぞ。あ、イタリアやん。うん、面白い。あ、マジ？うん。これ5か5番。あ、あるもんな、機材がな。フォークにする、あっさーってな。そりゃ、ここのが早いよ。うん。いや、ナナミ、お前、パンパン、お手伝いして。はい、こんな感じで濡れました。いい感じ、なかなかいい塗料やったと思います。塗りやすかったし。ってことは昔は。すごい、これ何スープ？中華スープ。中華スープ、うん、はい、いろいろ具だくさんに。わあ、すごい美味しそう。スープとご飯をいただきます。もうマルチツーンって言います。坂地、これさ、何がいい？え、ホンビノス貝。え、ホンビノス貝。ホンビノス貝、もともと日本にいなかったスカイ。そう、ウルトラマンの怪獣だね。なんかウルトラマンの怪獣やそうです。違う省略すぎる。焼けてまいりました。いただきます。ガンガン食べ、ガンガン食べ、暖房食べたら大きくなるよ、ちっちゃい太れ。いやいや、だからすごい馬食で、それに合わせて電子レンジ積みたいから。あ、なので、もう他のものも全部大きくて、ちいちゃんがそんなことしやがるもんか。なんか俺、え、なにそんな、これ、まあ、これ、お前、俺は常に上に行くと言ったの忘れたか。言わんならよかったじゃん。あ、できてからこれすごいやろ。しれっと、そこっちの方が展開してから。お疲れ様です。さあ、さて、キャリア切りますか。え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、キャリア切りましょうよ。いや、もうわ。はい、こんな感じで塗りました。で、木はあの染むとこだけ染ましときました、ひとまず。はい、これでまたしばらく放置させていただきたいと思います。